どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さんお待たせしました。今月2022年3月のガズのわがままウクレレとかを代表にする、Gラボウクレレの、再販売が決定でございます。今月はですね、皆さんご承知だと思うんですけど、3連休で、3月の19、20、21でお台場でイベントがあって、そこでねもう皆さん本当にいろんな思想していただいて、たくさんお買い求めていただいたんですけども、やっぱさすがに全国来れない方もそれいるでしょうから、ちゃんと用意してあります。はい、明日です。3月24日のお昼ちょうどに、ここにリンク貼っておきますよ。いつものガズレレのホームページの中の1ページ、Gラボの販売ページのところで、ウクレレの再販売がスタートされます。はい、でいつもの流れなんですけど、ちょっと今回そのイベントがあったんで、全てのラインナップあるかどうかちょっとね画面上で確認できるようになってるんですよ。どのシリーズのどのフレットの、例えばコンサートウクレレの何フレットのピックアップ付きが何本あるみたいなリストが出る予定になってますんで、明日の3月24日の12時にこの今のリンク先のところに行って、私が欲しいものあるから見ていただければというふうに思います。そして引き続きガズモデルとヴィンテージシリーズとセミオーダーは予約受付ということになっておりますが、予約受付もですね今相当早い段階で皆様の お手元に届けられるというふうに状況になってますので、そっちの方もちょっとぜひ見ていただきたいと思います。一応確認です。はい、ガズの初めてウクレレ、これはもう即発送ですよ。あとわがままウクレレ、薄レレ、はい、この辺のラインナップはですね即時発送です。明日のお昼以降ご注文いただいたら、即時発送になっております。大きさはソプラノ、ガズの初めてウクレレはソプラノだけですよ。こちらリーズナブルで 13,750円から。はい。で、こっちのね、若者ウクレレシリーズっていうのが、モジャ君が作ってるベトナムのラインなんですけど、大きさがコンサートウクレレ、テナーサイズ、ソプラノサイズ。で、厚いボディと薄レレ。この薄レレね、これも大好評でして選べるようになっております。で、この動画の最後にいつもつけてるんですけど、ウクレレのことを詳しく解説してるガズが以前撮った動画を、この後貼り付けておきます。この時間ぐらいから貼り付けておきますんで、初めて見た方、ぜひそれも見ていただきたいですね。いろんな仕様が選べるっていうのがね、ちょっとわかりづらいことになってますんで、そこ見ると分かっていただけるというふうに思います。はい、今日はそのお知らせでした。一応確認ですよ。2022年3月24日のお昼ちょうどに、ガズの初めてウクレレ、ガズのわがままウクレレ、薄レレシリーズは即発送です。はい、で、ガズモデルとヴィンテージシリーズとセミオーダーについては予約受付で、まあ、近日中、近しい期間のうちに発送になります。それもね、ご注文いただくときにお問い合わせとか、ご案内できると思うので、ぜひ見てみてください。はい、そしたら、概要欄にも貼っておきますけど、このガズレレ公式ホームページのところで、在庫数が確認できるようになってますんで、ご覧になってください。そしたら、この後ね、紹介する動画を貼り付けておきますんで、もし、ね、見たことない方、ぜひ見ていってください。じゃあ、ウクレレの再販売に関するお知らせでした。皆さん楽しく音楽していこう。イベントに来てくれた方、ありがとうございます。来れなかった人はね、やっぱりどうなるんだろうと思ってたと思うんで、もちろん販売します。ぜひぜひホームページ見に行くだけでも見ておいてください。それでは皆さんごきげんよう。この後動画をどうぞ。ちょっと全体のラインナップご紹介していきましょう。まずはですね、こちら。ガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ。これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日、2日中にはこう発送されるというものなんですけど、あとね、これから言うね、このガズのわがままウクレレシリーズとか薄レレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通り。これいろいろあるんですよ。まずは、ガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ、はい、これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズと、あとテナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴は、まずピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル。コンサートだったら16フレットだったっけ ?15 フレット。ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ、同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。
これ薄れれという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、あのボディの厚さが薄いから案外なりが悪いように思うんですけど、そんなことなくてもめちゃくちゃでっかい音がするすごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレと薄れれはほぼオーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットのこの数がほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほらこのこっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさがソプラノコンサートテナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ薄れれも、わがままウクレレも両方選べます。はい、それ、さっきのところで選び方見てください。あとそれとですね、最近ガズレレが使っている、あ、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄れれがあります。これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよね。今ちょうどテナーとコンサートとソプラノがあるんで、この三兄弟みたいになって、こんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい、そしていつも最近ガズが使っている、もうめちゃくちゃいいウクレレ、これガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ、この木目ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで人ってるんで、もうおなじみだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そしてこのね、ガズモデルも選べるんだ。これボディの厚さとか盛りだくさん。これ見てすごいですよ、この木目といいですね。はい、ガズレレと G ラボのチームで今回新しくリリースするウクレレのシリーズです。で、ちょっとこのヘッド部分、ここにですね、今度新たなロゴマークが入ります。ちょっと今までの G とは違う新たなラインです。これ、ちょっと、紹介させていただきます。これはですね、G ラボとガズレレが今回新しく出るシリーズのヴィンテージシリーズという新しいラインナップになります。はい、これヴィンテージシリーズということで、第1本目このシリーズが発売になります。これはもちろん予約受付になるんですけど、これ今映ってるのはね、コンサートサイズなんですけど、これはサイズ選べます。コンサートソプラノ2つの種類で、フレットの数もこれはね、結構見て12、13、14、15、16フレットなんですけど、12フレットか16フレットか選べるとか、ソプラノだと12フレットか15フレットとか選べるというふうに、このポジションマークを見てください。すごいでしょ、凝ってます、すごく。はい、でここのポジションマークも赤いドットだったり、はい、こだわりがすごいんですよ。このまず一番見てもらいたいのはこのトップの木なんですけど、これはですね、もう選び抜かれたベトナムでもね、もう本当に最高の木材を使用しております。はい、でこの横のバインディングもこれ木材になってますね。でこれ見てください、このサウンドホールに丸く巻いてあるこれロゼッタというものなんですけど、今回ここもですね、貝でございます。すごいゴージャスな貝で、やっぱりこの塗装の感じとこの、この貝の感じとかね、すごくこうゴージャスなムード、あとこのポジションマークもね、同じ、貝が使われておったりとかですね、まあ、この辺がですね、やっぱヴィンテージ感とかとろける、サウンドにふさわしいなんか感じかなというふうに思います。ブリッジはあえてね、ヴィンテージシリーズということで、こうシンプルな四角い形のものを取り入れて採用しております。はい、この辺の仕上がりもすごくね、手が込んでいるんで、本当ですね、見ていただきたいなというふうに思う一本なんですけど、はい、こういう細かいね、仕様なんですけど、今回新たにこの G ラボットガズレレのヴィンテージシリーズの、詳しくそれを書いているホームページを、作っております。そう、ここにそのページ、詳しいスペックはここでちょっと確認していただきたいんですけど、ちょっと弾いてみましょうか。この音ですよ。セミオーダーウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて、皆さんのお手元に届くやつ、皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそ、ポジションマークの形もいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくん一生懸命こう解説してるんで、見ていただければと思います。